はい、皆さんおはようございます。シュです。今回の問題なんですけど、大阪聖光学園中学校の2021年度の問題となっております。この問題は、よく有名な問題なんですけど、結構きれいに解けるような問題でしたので、結構良問だなと思って今回は問題を出しております。はじめなんですけど、この直角三角形、直角二等辺三角形と直角三角形を重ねた時に、ここの赤色の面積と青色の面積があります。この赤色の面積と青色の面積を引いた時に何本になりますかというのが今回の問題となっております。それではやっていきたいなと思います。はじめなんですけど、補助線を1本引いていきます。あともう1個、ここは直角二等辺三角形ということが分かっているので、ここの長さが10センチだと分かります。この時に、補助線引いたときこの三角形を見た時に、この三角形とこの三角形は高さが同じです。なので底辺と、面積比が同じになるということから、3って書いてこの面積はって言ったら、3四角とか、僕は 3x にしておきましょう。そしたらここの三角形の面積は 7x ということが分かります。3対7の関係だということが分かります。その次なんですけど、ここの三角形を見た時も高さが共通なので、辺の比、底辺と面積比が同じになるということが分かります。なのでこれを 10y としておきます。でここを 3y としておきます。その次なんですけど、直角二等辺三角形の面積って 10×10×1/2 ってことなので、直角二等辺三角形は50平方センチメートルだということが分かります。10×10×1 ってことなので50平方センチメートルだと分かる。この時に直角二等辺三角形に文字式としては 3x7x10y と足したら50なので、ここから 3x+7x+10y は、50って出てきます。なので 10x+10y は、50という式が一つ目に出てきます。その次なんですけど、直角三角形があります。そしたら底辺が13、それに対して高さは7っていうことが分かっているので、13×7×1/2っていうことなので、1/2 91平方センチメートルということが分かります。この時に 7x10y3y と足せばいいので、7x+10y+3y は1/2 91ってことは、7x+13y は1/2 91です。そうすると、どういったんですかね、中学生だったら連立方程式で引いてもいいですし、もっと簡単な方法としてはどうしたらいいかというと、1番から2番を引きます。そうすると、10x+10y 引く 7x+13y は50-2/91。では 10x-7x なので 3x、 10y-13y なので -3y。 そうするとこれを計算すると、こいつが 45.5 です。なので 4.5 ということが分かります。そうするとこういう答えが出てくるんですよ。ここがすごいですね。なぜかというと、 3x、 ここ赤いところ 3x なんですよ。で 3y、 青いところが 3y です。だから赤いところから青いところを引けば、 3x-3y は 4.5 ということが分かりますので、今回の問題の答えとしては 4.5 平方センチメートルが答えとなります。はい、どうだったでしょうか。今回の問題なんですけど、聖光学園中学校の問題なんですけど、
まあ 年率方程式使わないといけないという問題なんですけど、まあ、どういったんですか、 XY を求めなくても、すぐに、文字でもう簡単に表せるというところが、まあ、素晴らしい問題かなと思っております。まあ、これは中学生とかした方がいいような問題だと思うんですけど、まあ、中学受験の御用達用の問題ですので、もしよろしければ皆さんも解いてもらえればと思っております。今回の問題が面白いと思いましたら、ぜひともグッドボタンよろしくお願いいたします。チャンネル登録していただいて、またいろいろな動画を、面白い動画をどんどん出していきますので、これからもよろしくお願いいたします。それでは次の授業で。それではまた。じゃあね。バイバイ。